あなたと今足利市宮北町にあるおわらさんに来ています。通るたびに気になる赤ちょうちん、気になるから行ってみようよっていうことで、それでは中へ。店内は小上がり席にテーブル席です。卓上はちょいフィーバー気味です。メニューです。全体的にかなりリーズナブルです。もんじゃ380円はすごいな。その他にはお好み焼き、鉄板焼き系も。トッピングの種類も豊富です。一品料理もあり、今日も酒がはかどりそうだ。当たり目の自家製すげえ。こちらはお酒などのドリンクメニューです。かき氷やアイスなどのデザート系も。お酒はサワーじゃなくハイが多いですね。ボトルやソフドリも充実です。子供連れ来てもありだね。今日も飲むぞ。まずは生中にお通しは大根の煮物。チーズもんじゃ430円。美味しそう。はい、大丈夫です。お好み作る予定があるから、ね。厚揚げ480円。2杯目です。早くも。チーズもんじゃです。チーズもんじゃ出てる。卓上の醤油をかけて、シャ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 。厚揚げ、熱そう。今まで鉄板に焼いてたんで、周りはこんがりしてます。熱そう。周りはこんがりしてて、やっぱ中は豆腐のふわふわパンがあります。生姜一緒につけてくれるんで、合いますね。はい、次は生レモンハイ、濃いめです。乾杯。お好み焼き500円。持ってくるんです。そうすると外側に出てくるね。でここでやれば壊れ、こぼれてもさ、ね、みんなが乗せられるじゃない。お好み焼きひっくり返しチャレンジ。いきます。この件について少しは知っているが、私は盗んでいません。関係の人の方がいい。やっぱり来ました。お好み焼き分厚いぐらい。
店員さんが言うにはですね、具が多い、粉は少なめ、具が多いっていうのが売りらしいですよ。店員さん焼いてくれたのに、はい、あるの、本当にいいな、いや、いいな、あるのかよ、あるんだったらやめに入れて、たまらなく美味しい。やっぱりね、ネギ、ね、大きいネギとかも入ってたし、キャベツもいっぱい入ってるんで、なんか、ほんと野菜を食べてるみたいな感じです。なんかヘルシーだし。スペシャルもんじゃ、おすすめのため、値段不明。これが店員さんのおすすめスペシャルもんじゃです。ちょっと辛いらしいんですよ。いただきます。焼いてる時ね、すごいいい匂いがした。赤目だし、いただきます。明太子とチーズは確認したんですけど、ピリ辛、私でも食べられるぐらい辛そうです。次はライムハイ濃いめです。青のりチェック、あ、大丈夫です。 OK、 全てごちそうさまでした。それでは振り返りです。店主様もいい方でリーズナブル、常連さんとも仲良くなっちゃいました。アットホームなお店を子供方におすすめです。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。